新月会とは、関西学院グリークラブの卒男性のみで構成される男性合唱団である。関西学院グリークラブでは結成当初より、現役、OB 合同で活動することが習わしとなっていた。1934年になると、現役への指導、支援はこれまで通り継続しつつも、OB だけで活動したい、卒男しても歌いたいという声が上がるようになった。 前年の共演合唱祭に出演した OB8 名を中心に OB 合唱団結成を志すが、同年7月の合宿の際にグリーメンエイトの一人でメンタルハーモニーの提唱者である井筒長次郎が休止する。井筒の意思を受け、残ったグリーメンエイト及び林祐一郎とその同期生徒で9月に新月会を結成、OB の組織化を図ることとなった。 新月会としての初ステージは1935年1月26日の関西学ングリークラブ第8回曲目発表音楽会でメンデルスゾーンのベアジ・モルトゥーイを演奏した戦後の全日本合唱コンクール全国大会では前日のように第1回第3回は現役と合同で出演し第11回第12回では新月会単独で 一般部門2年連続優勝を果たす。ありがとうございます。